セミノール、セミノール、セマノールは、もともとは、フロリダ州のインディアンで、現在はその州とオクラホマ州に住んでいる。セミノールは18世紀に出現し、ジョージア州、ミシシッピ州、アラバマ州、そしてフロリダ州から来たインディアンで構成され、最も著しく多かったのは、クリーク族で、サウスカロライナ州とジョージア州の奴隷制度から逃亡してきた。 フリカ系アメリカ人と同じくらい多かったブラックセミノールを参照。およそ3000人のセミノールがオクラホマ州のセミノール居住区を含むミシシッピ側異性に強制移住させられが彼らは独自に新しいメンバーを引き入れた。大体300から500のセミノールたちはフロリダ州のエバーグレイズとその周辺に泊まって戦った。フロリダ州のセミノールに対する一連の戦争では 約1500人の米国の兵士が戦死した。しかし、正式な平和条約は彼らと結ばれることはなく、彼らはアメリカ政府との闘争を諦めなかった。このため、フロリダ州のセミノールたちは、征服されなかった人々と自称する。マスコギ語族のマスコギ語を話す。今日、セミノールは彼ら自身の土地で主権を握り、経済は、タバコ、観光、 カジノを基盤にしている。また、セミノールという、フロリダ州立大学の体育チーム、ニックネームもある。16世紀のスペインの征服の後、フロリダのインディアンは疾病によって激減し、1763年に、フロリダがイギリスの支配下になると、数少ない生存者は、スペイン人によって、キューバに連れて行かれた、言われている。18世紀、ローアー。 クリークネーションの人々は、優勢であったアッパークリークから逃れるために、フロリダへ移住し始め、残り少ないインディアンと合流した。そこには当時、ヤマシー戦争の後に到着していた、ユチ、W、ユチ、ヤマシー、W、ヤマセー、その他の部族のような避難民もいた。クリーク語、ウ、クリークランゲージの単語の島の LI から借用した、スペイン語のシーマーン、ヤバナ または、逃亡を意味するを適用し、彼らは、セミノールと呼ばれるようになった。セミノールは、ジョージアから来たローアークリーク族が大部分で、三日月語、W、三日月ランゲージを話すマスコギ語族、逃亡したアフリカ系アメリカ人同姓、それからより少ない程度で白人のヨーロッパ人と他の部族のインディアンで成り立った、異人種からなる部族だった。統合されたセミノールは、 クリーク語とミカズキ語、現在のヒチティ、W、ハッチティ語に似ているの二つの言語を話し、これらは、直刀や地下層も含むマスコギ語族の中の二つの異なる言語であった。現代のフロリダ州、ミカズキインディアン部族、W、ミカスーキー、口頭の発音では、ミカズキが今日の彼らの分離したアイデンティティを保持しているのは、主にこの言語によるものである。 当初セミノールはスペインとイギリスともに仲の良い間柄だった。1784年、アメリカ独立戦争後の条約はフロリダのすべてをスペインの支配に戻した。しかし、スペイン帝国の衰退でセミノールはフロリダのより奥深くに居住することができた。第二次セミノール戦争後にセミノールの大多数がインディアン遵州。 現在のオクラホマへ強制移住させられるまで、セミノールは18世紀にカウキーパー、W、カウキーパーが建てた州長国にいられた。スペイン人入植者がインディアンの街を攻撃した後、フロリダを拠点としたインディアンは、ジョージアの入植地をおそらくスペインの命令によって襲い始めた。合衆国陸軍は逃亡奴隷を奪回するため、次第に、 スペイン領地への頻繁な侵入を引き起こし、この中には、アンドリュー・ジャクソンによる、セミノール・インディアンに対する1817年から1818 18年、作戦、第一次セミノール戦争も含まれた。この戦争の後、合衆国は、東、フロリガを事実上支配した。アダムズ・イコール・オニス条約は1819年に、米国とスペインの間で合意され、 1821年に実行された。その条約の条項によって合衆国はフロリダを獲得し、それと引き換えにテキサスのすべての主張を話した。アンドリュー・ジャクソンがフロリダ軍事知事に選ばれた。条約の後、アメリカ人入植地が増加するにつれて、フロリダのインディアンの土地から彼らを追放する連邦政府の圧力は大きくった。多くのインディアン部族は、 逃亡奴隷を書くまい、入植者はインディアンの土地への接近手段を望んだ。ジョージアの奴隷所有者たちも、また、セミノールと共に住んでいる、マルーンとボード隷、現在ブラックセミノールとして知られるを、奴隷制に戻すことを望んだ。1832年、合衆国政府は、セミノールの州長数名とペインズランディング条約を調印し、彼らが、 自発的にフロリダを離れた場合にミシシッピ側衛星の土地を約束した。残りのセミノールは戦争の準備をした。白人入植者は必要ならば強制的にインディアンすべてを移住させるように政府に圧力をかけた。1835年、合衆国陸軍が、条約の講師のために到着した。セミノールの指導者のオセオラは第二次セミノール戦争中。 はるかに劣勢の反乱軍を率いた。約4000名のセミノールインディアンと800名の仲間のブラックセミノールの人口を利用し、1837年、セミノールは当初6000名から武力配置のピークには9000名に達した合衆国陸軍と民兵部隊の連合に対抗するべく、多くても1400名の戦士を招集した。アンドリュー・ジャクソンは900名のみと見積もった。 生き残るために、セミノールの同盟は、奇襲をかけるゲディラ戦術を採用し、合衆国軍に圧倒的な影響をもたらした。オセオラは1837年、休戦中の交渉時に捕らえられた。彼は1年も経たないうちに、捕虜のまま死んだ。彼の遺体は、首のないまま埋められた。ハレック・トゥステヌギー、ジャンパー、あるいはブラック・セミノールのエイブラハムや、 ジョン・ホースのような他の戦時州長らは軍に対して抵抗を続けた。1842年、10年もの戦闘の後にやっと戦争は終わった。合衆国政府は当時の天文学的金額である2000万ドルを戦争に費やしたと見積もられている。多くのインディアンは強制的にミシシッピ側の西のクリーク族の土地に追放され、その他の者のはエバーグレーズに撤退した。 結局、政府は、エヴァーグレーズの要塞にいるセミノールを支配下に行くことを諦め、100名未満のセミノールが穏やかに放置された。合衆国の2000年の国勢調査で、12、431名の人々が人種的には単にインディアンで唯一セミノール部族に属していると報告されている。さらに一万五千名の人々が、その他の部族の所属、または、 人種と混合したセミノールと自認している。オクラホマ州、セミノールネーションはおよそ6000名の登録した、聖員がいて、14の団に分かれている。うち2つは、自身を、逃亡奴隷の子孫とみなしているため、解放奴隷の団、ブラックセミイル友と呼ばれている。団の聖員は、母系で、子供たちは彼らの母親の団の聖員となる。この集団は、 各団から2名の船員が選出された評議会に統治される。首都は、オクラホマ州へ丘にある。フロリダ州、セミノール部族とフロリダ州、三日月インディアン部族は、1957年と1962年に、それぞれが市中国政府と契約を結び、部族の土地に対する彼らの主権の承認と、収奪された領土への保証金の同意を取り付けた。それ以来、 部族は免税のタバコの販売、観光と賭博に大きく委ねた経済を発展させてきた。2006年12月7日、彼らはレストランチェーンのハードロックカフェを買収した。フロリダ州、三日月インディアン部族は、フロリダ州、セミノール部族には、不満なフロリダ州のセミノールコユニティの住民によって1960年代に形成された。彼らは主に、三日月号を話すチア または、アッパー・チ・ハウの末裔で、クリーク語を話すセミノールの大多数とは、対照的にもともとテネシーバレーに住んでいた。三日月部族は、マイアミの西およそ45マイルのエバーグレーズ国立公園の北の境界に33エーカーの保留地を構えている。1920年代に南フロリダの観光が活況を呈したとき、セミノールは、 アメリカーニの格闘賞を現金化した。1979年、セミノールは最初のカジノをインディアンの土地に開き、後に全国の数々の部族が経営する数十億ドル規模の産業の先駆けとなった。さらに近年、三日月部族はカジノ、リゾート地、ゴルフ場、いくつかの博物館、そしてインディアンビレッジの所有と経営で自らを維持してきた。 インディアンビレッジでは、セミノールは彼らの文化を人々に教えるため、伝統的なコロンブス以前の生活様式を示している。セミノールの名をもらった人は、フロリダでは一般的でフロリダ州、セミノール軍は彼らにちなんで名付けられ、もう一つ、セミノールの指導者オセオラにちなんだフロリダ州、セオラ軍がある。フロリダ州、ピネラス軍には、セミノールという名の都市もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。